俺は猫国王、果てなき戦いに身を投じる中で魔力に蝕まれていく。異界より生じた不思議な力を手にした国王猫や。俺、猫国王は属性を持つ敵にいろんな妨害効果をたまに与える能力がある。この力でワンワン大王をぶっ倒したるわ。お前ごときがワンワン大王を倒せるわけないやろ。俺は大王の化身、ワンワン大王の化身や。お前は名前に国王って入ってるくらいやから、ニャンコ軍団のボスなんか。お前の首打ち取ってニャンコ軍団壊滅させたるわ。確かに名前に国王って入ってるけど、俺猫国王がニャンコ軍団のボスってわけでもないんかな。どうなんやろ。なんやその中途半端な回答、思いっきり名前負けしてるやんけ。そんな猫国王とかいう大層な名前してるんなら、自信持って俺がニャンコ軍団のボスやみたいなこと言えよ。だって俺猫国王は一応伝説レアやけど、俺より強いキャラなんか山ほどおるしな。いや謙虚、ニャンコの王様めちゃくちゃ謙虚。まあなんでもええ、お前みたいな謙虚すぎるやつはすぐあの世に送ったるわ。行くぞ。うおー、化身アタック。普通に強いんかい。ワンワン大王、あとは任せた。はーい、任しとき。大王の化身、俺は操られしワンワン大王、ワンコ軍団の大王なんやけど操られてるらしい。ぶっちゃけ操られてる自覚ないねんけど、どうなってると思う猫国王。どうなんやろ。なんかわかる気するな。やっぱわからんわ。いや試すぎやろ。わからんならわからんでいいから、すって言えや猫国王。てかお前、猫国王が被ってる王冠めちゃくちゃ虹色に輝いててかっこいいな。俺操られしワンワン大王も一応王やから王冠欲しいわ。え、欲しいんやったらあげようか。マジいいの。やっぱあげない。お前しばくぞ猫国王。まあなんでもええ。俺操られしワンワン大王とお前猫国王がワンコ軍団とニャンコ軍団を代表して勝負や。行くぞ。うわー、ワンワンアタック。やるやんけ。お前もやるやんけ。問題です。ハンニャガオとマキシマムファイター勝つのはどっちでしょうか。正解はマキシマムファイターでした。正解した人は高評価とコメントで教えて。俺はスペースサイクロン、近づくもの全てを崩壊させるブラックホールより生まれし恐ろしい宇宙のサイクロンや。なんかニャンコ軍団が夏休みになって浮かれてるらしいけど、その隙をついて俺スペースサイクロンがめっためたのボコボコにしたるわ。夏休み最高。僕は猫宮金次郎、薪を使った背負いカバン型飛行機具を発明し、勉強と労働と戦闘を同時にこなすハイパーニャンコや。夏休みが来て最高な気持ちの僕猫宮金次郎は、黒い敵とエイリアに撃たれ強い能力がある。この力でお前スペースサイクロンの攻撃を耐えまくったるぞ。なめんなよ猫宮金次郎。お前みたいな夏休みでテンション上がってるやつは、夏休みの宿題のことだけ考えとけ。夏休みの宿題のこと言うなんてやばなやつね、スペースサイクロン。私は大海原のダイバーカンナ、伝説の秘宝を求め7つの海を越えるうち、生命あふれる海こそが宝物だと気づいた冒険家だよ。夏休みだから張り切ってダイバーの格好になった私、大海原のダイバーカンナは、浮いてる敵とエイリアに超ダメージを与えて必ずレパーを放つ能力があるの。お前スペースサイクロンなんて余裕で倒せるんだから。甘いな大海原のダイバーカンナ。俺スペースサイクロンは体力が少なくなったら攻撃力が上昇すんねん。この力でお前らの夏休みをめちゃくちゃにしたるわ。行くぞ。うおースペースクルクルアタック。夏休みは最高。スーパースペースサイクロン、あとは任せた。はい、任しときスペースサイクロン。俺はスーパースペースサイクロン。触れたものは必ずワープさせる能力に加え、超低空飛行でギリギリ浮いていない輝く星をまとった宇宙のサイクロンや。なんか夏休み気分のニャンコどもが大暴れしてるらしいけど、どんなやつが来てもメッタメタのボッコボコにしたるわ。やれるもんならやってみろスーパースペースサイクロン。私たち大海原のダイバーカンナと猫宮金次郎はワープ無効の能力がないから、ちょっとスーパースペースサイクロンは厄介だけど、ワープされても元気に夏を楽しんじゃうんだから。いやワープされてなんで夏楽しめんねん。全く関係ないやろ。まあなんでもええ。お前らみたいな夏が好きすぎるやつは、俺スーパースペースサイクロンがぶっ倒したるわ。行くぞ。うわスーパースペースクル
クルアタック。あー、俺も海入りたい。暴走のぬくむーと、こいつらを倒してくれ。はーい、任すときスーパースペースサイクロン。俺は暴走のぬくむーと。覚醒を始めた強大な力は自らの制御も不能にし、破壊の限りを尽くす。着ぐるみの封印から解き放たれ、再び世界を滅ぼすべく飛び立ったネコムートや。お前らニャンコ軍団にエイリアンが最強ってことを教えたるわ。一緒に海潜ろうよ、暴走のネコムート。海みたいな色してるんだから。いや、体の色は関係ないやろ、大海原のダイバーカンナ。まあ俺、暴走のネコムートに勝ったら一緒に海行ったるわ。やった、じゃあ早速行くよ、暴走のネコムート。うおダイバーアタック。あー、一緒に海行きます。夏休み最高。問題です。波動を放つ能力があるのはどっちでしょうか。正解は岩石の精霊岩五郎でした。正解した人は高評価とコメントで教えて。俺は大狂乱の暗黒猫。ニャンコ軍団を裏切り狂乱となることで攻撃力が増加し、圧倒的に見た目がかっこよくなった戦闘向きキャラや。みんな見てくれ、俺大狂乱の暗黒猫のかっこいい剣と盾を。このかっこいい剣と盾でニャンコ軍団を全滅させてやるわ。かかってこいよ。あんま調子乗んなよ大狂乱の暗黒猫。俺は飛脚猫、取り扱い厳重注意の大事な荷物を運送中の昔ながらの荷運びに重んじる職人肌ニャンコや。俺、飛脚猫の赤い敵に超ダメージを与える能力で、取り巻きの赤い敵を簡単に処理してやるわ。覚悟せよ。おい、飛脚猫、助けに来たぞ。俺らは超獣戦隊金レンジャー。超獣砲から放たれる光で未来を照らす、最終決戦の地に集結したエリートの獣たちや。おい、大狂乱の暗黒猫。お前みたいにニャンコ軍団を裏切り、闇落ちしたニャンコを俺ら超獣戦隊金レンジャーは絶対に許さない。闇落ちから救ったりもしない。反省も全くしなくていい。ただあの世に行ってくれたらいいや。いや、お前ほんまにセンターヒーローな。どんなことがあっても絶対許してくれへんや。おいみんな、助けに来たぞ。俺はインフェルノアキラ。未来と自分は変えられるの信念を胸に抱き、変わらない社会に抗う天才少年や。おい大狂乱の暗黒猫、お前のようにニャンコ軍団を裏切り闇の力に手を出すような奴は俺インフェルノアキラがボコボコにしてやるわ。いや、お前は人に言われへんやろインフェルノアキラ。めちゃくちゃお前の向きジャガンドーやんけ。悪魔の力を使おうとするな、クソダークヒーローが。うるさいんじゃ大狂乱の暗黒猫。悪魔の力使って何が悪いねん。闇の力のどこが悪いねん。強い奴が正義やねん。力が強いやつがこの世を支配するんや。いや、どっちが敵かわからんくなってきたわ。めちゃくちゃ思考ヴィランやん。インフェルノアキラの力見てたら、俺ら超獣戦隊金レンジャーも闇の力欲しくなってきたな。いや、あかん。お前ら超獣戦隊金レンジャーはまだ正統派戦隊ヒーローっぽいから、そのままでおってくれ。いいね、超獣戦隊金レンジャー。俺の悪魔の力をお前に授けよう。そして世界を二人で破壊しよう。いや、お前もう敵やん。完全にヴィランやんけ。てか、そんなことはどうでもいいわ。こんなしょうもないニャンコ軍団のヒーロー野郎どもは、俺、大狂乱の暗黒猫のかっこいい闇の剣と盾でボコボコにしたるわ。行くぞ。うおー、これが闇の力や。あー、クソヒーローが。ヒーロー万歳。1.9 万人が投票したニャンコアンケートの結果発表。真田幸村と白身玉、どっちか1体しか手に入れられないならどっちを選ぶ？白身玉を選ぶ。みんなのコメントはこんな感じ。毎日アンケートしてるから高評価と投票よろしく。俺、狂乱の猫が最強。俺、狂乱の猫が先に黒顔を倒すんや。何言ってるねん、狂乱の猫。俺、狂乱のタンク猫が先に黒顔を倒すねん。行くぞー。俺は狂乱の猫。ニャンコ軍団を裏切り狂乱となることでステータスが爆上がりしたニャンコや。俺、狂乱の猫に任せとけばニャンコ軍団なんか余裕で壊滅させれるぞ。あんま調子乗んなよ狂乱の猫。俺は狂乱のタンク猫。ニャンコ軍団を裏切り狂乱となることでさらに圧倒的な体力を手に入れたタンク猫や。おい狂乱の猫、ニャンコ軍団におる時からお前は所詮俺狂乱のタンク猫の介護官。ワンコ軍団に入ってもこの位置づけは変わらんのや。そんなことないわ狂乱のタンク猫。確かにニャンコ軍団におる頃はお前狂乱のタンク猫の介護官やったかもせん。でもワンコ軍団に入った今は違う。余裕でお前狂乱のタンク猫より強いから、どっちが先に黒顔を倒せるか勝負しようや。おお、やったるわ、行くぞ。
俺は高獣がオダーク、自らの無力さに絶望する者の前にのみ現れる幻のニャンコや、なんか狂乱の猫と狂乱のタンク猫が、どっちの方が強いか決めたいから協力してほしいって言ってたけど、もしかして俺、高獣がオダークをどっちが早く倒せるか競うつもりかな。俺、高獣がオダークは属性を持たない敵に超ダメージを与え、必ず動きを一瞬止める能力があるし、負ける気せんけどな。よっしゃ、ほな早速俺、狂乱の猫が狂乱のタンク猫より先に高獣がオダークを倒すで、ってか一個お前らニャンコプレイヤーに文句言いたいねんけどよ。なんで狂乱のタンク猫手に入れたら俺、狂乱の猫とか猫を編成から外すねん。マジでだるいから。いや、それはお前、狂乱の猫が俺、狂乱のタンク猫より弱いからや。ワンク分断になってもお前、狂乱の猫の方が弱いってことを証明したるわ。おう、やってみろよ。行くぞ。うおー。狂乱の猫が最強や。うん。クソったれ。やっぱ俺、狂乱のタンク猫の方が強かったな。ほな、サクッと来るガオンも倒してまうか。行くぞ。うおー。狂乱のタンク猫が最強や。黒顔は化け物。まあさすがに俺、高獣ガオダークには勝てんかったけど、狂乱のタンク猫は強かったな。問題です。大狂乱のむき足猫と高獣ガオダーク、勝つのはどっちでしょうか。正解は高獣ガオダークでした。正解した人は高評価とコメントで教えて。俺はワンコ、長崎県を守るワンコや。なんかニャンコ軍団にイモムシが仲間になったらしいね。ニャンコのやつら仲間になってもらえるやつがおらんくて、ついにイモムシなんか仲間にしだしたんか。ニャンコ軍団も落ちぶれたもんやな。イモムシなんか仲間に入れても戦力にならへんやろ。まあ俺、長崎県のワンコがイモムシなんか踏みつぶしてニャンコ軍団の城を破壊してやるわ。いや、でかすぎやろ。なんやこのイモムシ、鬼でかいやんけ。こいつ成虫になったらどんな虫になるんやろ。え、俺はイモムシじゃない？ドラゴンやって？おいおい、寝言は寝てから言ってくれよ。お前はどう見てもイモムシやろ。まあ俺、長崎県のワンコがお前をボコボコにして、お前はイモムシやってことを証明したるわ。行くぞー。あー、こいつマジでドラゴンやん。猫縛り極上、こいつを倒してくれ。はーい、任すとき、長崎県のワンコ。俺は猫縛り極上、体力には絶対的な自信を得て、究極の刺激を求めたタティオキャレや。みんな見てくれ、この体と足を縛られ、逆さまで頭を地面に埋められている姿を。俺、猫縛り極上はこのように自分で自分を追い込むことによって、圧倒的な体力と驚異的な精神力を手に入れたんや。この鍛え方を始めてからどんなやつにも負ける気がせえへん。ボコボコにしたるからかかってこいよ、ニャンコ軍団。私は猫パーフェクト。私のパーフェクトボディは世界中の女性の憧れ。自分磨きを極め、サイボーグ化したニャンコよ。え？なんか埋まってるんだけど。てか攻撃してくるときめちゃうねうねしてて気持ち悪いんだけど。これどういう状況？おお、驚いてるな、猫パーフェクト。その驚いてる隙に倒してやるわ。ねえ、猫縛り極上。あなたの下半身、私猫パーフェクトにちょうだい。その元気な下半身、すごい魅力的だわ。私が引っこ抜いてあげる。いや、あかんわ。勝手に引っこ抜くな。法定サイズ的に猫パーフェクトと俺、猫縛り極上の下半身は合えへん。おい、猫パーフェクト、助けに来たぞ。俺は地流皇帝ソドム。大地に根ざす万物から力を得た地流石のエネルギーにより、最後の封印を解き放った伝説の竜族や。てか、なんやこの生物、地面に顔面埋まってるやんけ。俺は地流皇帝させてもらってるから、地面のこととか地面に住む生物にはめちゃめちゃ詳しいけど、こんなやつ初めて見たぞ。しかも地面に顔が埋まったまま前に進めるだと、すごすぎるぞこいつ。いや、めちゃ褒められたねんけど。なんか地流皇帝に褒められるのめっちゃ嬉しいシーンやけど。でも縛られて顔面埋まってるのはちょっとキモいな。いや、いきなりディスられたねんけど。さっきまでめちゃくちゃ褒めてくれてたのにめちゃディスってくるねんけど。まあ、地流皇帝ソドム、俺、猫縛り極上がお前を倒して、俺が新しい地流皇帝になってやるわ。覚悟せよ。はいはい、頑張ろうね、猫縛り極上くん。おい、みんな、私に任せて。私は大冒険少女カンナ。お土産として持ち帰ってくる財宝も冒険話も途中で投げ出して、また出かけてしまう好奇心旺盛な女の子だよ。何このキャラ。地面に頭が埋まってるんだけど。私、大冒険少女カンナはいろんな場所を冒険してきたけど、こんな面白いキャラ初めて見たよ。ねえ、猫縛り極上、地面の中ってどんな感じなの？おお、大冒険少女カンナは地面の中に興味があるんか。地面の中はな、真っ暗やん。あとめっちゃ土臭いんや。そうなんだ。私、大冒険少女カンナも地面に頭突っ込んでみたい。どうやったらできるか教えて、猫縛り極上。いや、
やめとけ。こんな意味わからんやつの真似せんでいいよ。大冒険少女カンナ。やめといた方がいいかな。やってみたかったんだけどな。いらんこと言ってくんな、地流皇帝ソドム。もうこうなったらお前らニャンコ軍団を倒して全員地面に埋めたるわ。行くぞー。うおー、地面の中は最高や。やられた。チャンネル登録高評価よろしく。俺は勇者猫、勇者に憧れる戦闘向きのキャラや、なんかついにワンワン大王を操ってるキャラが出てきたらしいけど、とりあえずワンワン大王を俺、勇者な勇者猫がぶっ倒すで。やれるもんならやってみるよ、勇者猫。俺は操られしワンワン大王。ワンコ軍団の大王なんやけど、操られてるらしい。ぶっちゃけ操られてる自覚ないねんけど、どうなってるんやこれ。ってか、どんなやつに操られてんの？ああ、お前操られしワンワン大王を操ってるやつ、どんなやつか分かったで。謎の厄災とかいうキャラらしい。なんやそのキャラ。そんなやつに俺ワンワン大王が操られてるわけないやろ。嘘つくな勇者猫。いや親切に教えたったら嘘つき呼ばわりかい。ふざけんなよ。まあなんでもええわ勇者猫。お前らみたいなちっこい猫はめっためたのボッコボコにしたるわ。行くぞ。うおー、怒りのイカヅチアタック。あーやるやんけ。謎の厄災、あとは任せた。はい任しとき、ワンワン大王。俺は謎の厄災、ワンワン大王を操ってる厄災や。俺謎の厄災が操ってたワンワン大王を倒してようここまでやってきたな。まあでも俺謎の厄災は簡単に倒せんぞ。それはどうかな謎の厄災。今回は強力な助っ人が来てくれてるから、お前なんか余裕で倒せるぞ。頼んだ究極戦士コズミックコスモ。国力参上、究極戦士コズミックコスモ。銀河の果てまで光さす道となれ。宇宙の力を今解き放つ。ファイナルコスモ、ミラクルコズミックフラッシュ。いや攻撃まで長いな。どんだけため長いねん。まあなんでもええ。お前らみたいなお笑いコンビは俺謎の厄災がコテンパンにしたるわ。行くぞ。うおー、厄災アタック。あーめちゃ強いやんけ。チャンネル登録高評価よろしく。俺は新レジェンドブンブン、イニシエの地に踏み込み入れるものを容赦なく殴り続ける古代の番人や。俺新レジェンドブンブンはニャンコの特殊能力を封印する古代の呪いが使える。この力と圧倒的な破壊力のブンブン殴りでニャンコ軍団を壊滅させたるわ。そんなことはさせないよ新レジェンドブンブン。私はメガロリーテ、究極美の神器黄金の神球が崩壊と蘇生をもたらす誇り高き愛と美と性を司る女神だよ。私メガロリーテはエイリアンに超ダメージを与える能力と長距離から攻撃できる力があるの。遠距離からちょっとずつダメージを与えてやるんだから。おお、なかなか厄介やなメガロディーテ。でもその程度の攻撃力じゃ俺新レジェンドブンブンは倒せんぞ。おい助けに来たよメガロディーテ。私はテラアマテラス、暁の神秘ヤタの神教で悪しき魂を読み得て起こる大いなる太陽と大地を司る心で優しき女神だよ。私テラアマテラスは属性を持つ敵に超ダメージを与える能力があるの。だからあなた新レジェンドブンブンにも超ダメージを与えられるんよ。だからなんやねんテラアマテラス、超ダメージ与えれても一発殴れば古代の呪いで能力消せるねん。ガンガン距離詰めてお前ら女神たちをぶっ倒したるわ。行くぞ。うおー、古代のブンブンアタック。あー女神かわいすぎ、暴走の猫ムート、こいつらを倒してくれ。はい任しとき新レジェンドブンブン。俺は暴走の猫ムート、覚醒を始めた強大な力自らの制御も不能にし破壊の限りを尽くす。着ぐるみの封印から解き放たれ再び世界を滅ぼすべく飛び立った猫ムートや。なんかニャンコ軍団には可愛い女神が何体もおるらしいな。一体ずつぶっ倒していったるわ。次は暴走の猫ムートね。今回は私メガロリーテとテラアマテラスで一緒に出撃して一気に暴走の猫ムートを倒しちゃうよ。よろしくテラアマテラス。こちらこそよろしくメガロリーテ。私テラアマテラスの属性を持つ敵に超ダメージを与える能力とメガロリーテのエイリアンに超ダメージを与える能力で暴走の猫ムートをめっためったのボッコボコにしてやるんだから。やれるもんならやってみるよメガロディーテとテラアマテラス。俺暴走の猫ムートの攻撃力、体力、攻撃スピードは最強。お前らギガントゼウスの女神くらい簡単に倒せるねん。行くぞ。うおムトムトアタック。あ女神大好き、ニャンコ軍団の勝利だ。
チャンネル登録、高評価よろしく。俺はエリートエリワン。銀河大学では最年少でワープ攻撃を習得し、ライバルたちを次々と跳ね抜けてきたが、就職活動というトンネルから抜け出せない宇宙階級一つ星に輝くエリートなワンコや。俺は見ての通りエイリアン。どうやって地球まで来たか忘れたけど、確か円盤に乗ってきたね。まあ、ほなさっさと地球を侵略しようか。うわ、円盤や。確か俺らエイリアンはこんな円盤に乗って地球に来たんや。この円盤は乗るときに下の部分が開いてビームみたいなんで浮遊して乗り込むねん。てか、もしかして俺らエイリアンを迎えに来たってことか。ほな早速円盤に乗せてくれ。あー、なんでやねん。暴走のネクムート、この円盤を倒してくれ。はい、任しとき、エリートエイリワン。俺は暴走のネクムート。着ぐるみの封印から解き放たれ、再び世界を滅ぼすべく飛び立ったネクムートや。なんかニャンコ軍団に空飛ぶ円盤 UFO がおるらしいねんけど、意味わからんやろ。どう考えてもニャンコ軍団じゃなくてエイリアン軍団に UFO がおらなおかしいやろ。俺はネコサテライト、ワープ向こう、エイリアンに滅法強いという最低限の機能に加え、向かいのホームや裏路地の窓まで君を探すことが可能になったニャサが作った猫型衛星基地や。いや、お前もどちらかといえばエイリアン軍団の一員やろ。違うわ。おい猫サテライト、助けに来たぞ。俺らは奇襲開口エンバンズ。目的はキャトルミーティレーションの研究の世界中の牛をアダプションする恐怖のエンバン兵器や。おい暴走の猫ムート、なんでニャンコ軍団を裏切ってエイリアンなんかになったんや。いや、お前の方が裏切ってるやろ。奇襲開口エンバンズ、お前はどう考えてもエイリアンの仲間やろ。なんでお前がニャンコ軍団におるねん。え、なんとなくかな。いや、特に理由なかった。ニャンコに恩があるとか自分たちがニャンコやからとかじゃなかった。めちゃ適当やがな。大域周回港円盤図、助けに来たぞ。俺らは超時空基地アルマゲドン、全宇宙の選抜オペレーターのみをする銀河破壊兵器や。いや、もっとすごい UFO 出てきた。めちゃくちゃでかいやんけ。てかお前も絶対エイリアン側のキャラやろ。なんでニャンコ軍団におるねん。なんとなくかな。いや、めちゃ適当。なんとなくで物事決めるなって、感覚で行き過ぎやろ。てかまあそんなことはどうでもええ。俺暴走のヌクムートがお前らを倒してそのかっこいい UFO も奪ってやるわ。行くぞー。うおー、エイリアンが最強や。あー、やられた。宇宙は広いよ。チャンネル登録高評価よろしく。僕は天使ガブリエル。いつもワンコの背後で勉強を見守っている。勉強中に居眠りすると具現化してワンコに噛みつくワンコのご先祖様や。なんかニャンコ軍団には伝説レアとかいうめちゃくちゃレアなキャラがおるらしいけど、僕天使ガブリエルには勝たれへんぞ。いや、なんやこいつ、でかすぎやろ。伝説レアえぐいて。エンジェルサイクロン、あとは任せた。はい、任しとき天使ガブリエル。俺はエンジェルサイクロン。世の中を変わらない吸引力で浄化し続ける恐ろしい天使なサイクロンや。てかなんやこの小さい伝説キャラ。こんな舐めたキャラに俺エンジェルサイクロンが負けるわけないやろ。あんま調子乗んなよエンジェルサイクロン。僕は牛若丸、竜のリコーダーで謎の軍団兵器を追い詰める父の仇を討つべく異世界より現れた風雷ニャンコや。僕牛若丸は天使に打たれ強く極ダメージを与える能力がある。この力でお前エンジェルサイクロンをぶっ倒したるわ。やれるもんならやってみるよ牛若丸。てかお前が持ってるのリコーダーな。リコーダーで攻撃してくるの癖強すぎやろって思った人がおったら高評価よろしく。行くぞ。次はもっと仲間連れてきたるわ。よっしゃ、こんだけ仲間連れてきたら勝たれへんやろ牛若丸。今回は天使ガブリエル、天使カバちゃん、天使ゴンザレス、天使スレイプニール、ミスターエンジェルを連れてきた。この布陣で牛若丸ごときぶっ倒したるわ。素人は黙っとれエンジェルサイクロン。俺は猫ラーメン堂、実家の豆腐屋も継がずにラーメン屋に就職した。派手なよげりで客を楽しませる素人は黙っとれが口癖の本格派職人。俺猫ラーメン堂の天使に打たれ強い能力でお前らをぶっ倒したるわって言いたいところやけど、結構ヤバそうやな。やっぱ助けてくれ巨大新兵弁慶。はい、任しとき猫ラーメン堂。僕は巨大新兵弁慶。その混合の大槌は軍団兵器を一撃で滅亡させる異世界より生まれし無敵ロボを服従させたニャンコや。僕巨大新兵弁慶は牛若丸から進化してさらに天使に打たれ強く、さらに極ダメージを与えることができるようになった。モブキャラが増えたところで一掃したるわ。ちょっとでかくなったからって調子乗んなよ巨大新兵弁慶。お前のでかい図体を俺エンジェルサイクロンのくるくる攻撃で粉々にしたるわ。行くぞ。この伝説レア強すぎるねんて。みんなぜひ僕巨大新兵弁慶を編成に入れてくれ。チャンネル登録高評価よろしく。
は猫医師、毒を持って毒を制すが口癖の凄腕ドクターや。代表著書は痛いかどうかは気持ち次第や。このステージはホワイトサイクロンが出てくるねんけど、僕のたまに浮いてる敵を吹っ飛ばす攻撃で余裕で倒せるんや。ちなみに僕が乗ってるのはウイルスや。この毒でホワイトサイクロンを制したるわ。俺はホワイトサイクロン、超高速回転による連続攻撃でいかなるものも寄せ付けないサイクロンや。最近はサイクロン掃除機ブームのおかげでどこに行っても人気者なんや。てかこいつら猫医師おるやん、絶対やぶ医者やろ。だってウイルスみたいなトゲトゲで攻撃してくるし、猫医師が出してる本の題名、痛いかどうかは気持ち次第やで。医者が言うことじゃないやろ。うるさいねん、お前ホワイトサイクロンもトゲトゲでウイルスみたいな形してるやんけ。僕の特性お薬で消滅させるぞ。いやウイルスちゃうわ。てかやぶ医者のお薬が一番怖いわ。おーい頑張ってる猫医師、私はメガロリーテ、創造の果実を胸に生と死の巡りを自在に操る誇り高き愛と美と性を司る女神なんです。猫石、ホワイトサイクロンを倒しちゃって。もちろんや、メガロディーテ。僕はメガロディーテに好かれるために医者になったし、メガロディーテになるべく近づけるようにニャンコ軍団に入ったんや。メガロディーテ、もし僕がホワイトサイクロンを倒すことができたら付き合ってほしい。無理、絶対無理。いや思いっきり振られてるがな。こんな綺麗に振られることあるん？なんかかわいそうやな。なんで振られたんやろ。普通に考えて猫と神様の私が付き合えるわけないじゃん。まあお医者さんなのはいいけど、悪そうなウイルスで攻撃するお医者さんは嫌。うそーん、考え直してよ。何でもするから、メガロディーテー。どんまい猫石、そんなに努力できるならきっと他にいい人見つかるよ。元気出していこう。まあ猫石がショック受けてる間に畳みかけようか。いくぞー。うおー、まだまだ行くぞ。あ、頑張れ猫石。チャンネル登録、高評価よろしく。俺は狂乱のキモネコ、ニャンコ軍団を裏切って狂乱となることで波動をマスターしたキモネコや。俺はニャンコ軍団に怒ってる。なんで俺の名前キモネコやねん。どう考えても足猫とかになるやろ。マジでふざけんなよ。今日はロボット系ニャンコ軍団が攻めてきてるらしいから、全部破壊して俺の名前をキモネコにしたことを後悔させてやるわ。俺は猫ロボット、悪の組織に捕らえられ闇の技術者に大改造された太陽光発電で動く不老不死の猫や。弱点は雨なんやけど、ニャンコ大戦争に雨による効果はないから実質無敵のロボット猫なんや。今日は裏切り者の狂乱のキモネコを俺の頭突き攻撃で倒してやるんや。なんやこのボロボロのロボット、攻撃するときに体についてるボルトみたいなやつ取れてもうてるがな。そんな体で波動攻撃を手に入れた俺、狂乱のキモネコに勝てるわけないやろ。こいつ強すぎる。あの人に助けてもらおう、猫マシンさん。どうしたんだい猫ロボット。私は猫マシン、破壊兵器 MS シリーズの量産を始めた連邦政府に乗り込む決戦型へと化した MSRX オメガだよ。私猫マシンが狂乱のキモネコを排除するよ。ロボットが1体増えただけじゃ何も変わらんわ。てか喋り方癖強いねん。普通に喋れ。おーい、みんな助けに来たぞ。俺らは超輸送兵団アトランティス、最終任務のため禁断の地へと向かう超精鋭輸送集団や。もう俺らが来たから大丈夫。狂乱のキモネコなんかこの謎の四角形の力で消滅させたるわ。いやどんだけ出てくんねん。ロボット祭りやないかい。ロボット以外のやつ出してこいよ。え、ロボット嫌い？男の子はみんなロボット好きやろ。狂乱のキモネコに喜んでほしくてロボット集めたのに。いや気まずいな。めちゃ俺の好み考えてくれてるがな。確かに俺はロボットかっこいいから好きや。なんかありがとうな。狂乱のキモネコが油断したぞ。今や攻めろ。こいつらクソ野郎やんけ。お前らみたいなクソロボット全部破壊したるわ。いくさー。うおあかん、白破壊されてまう。はよ生産せな。ああ、チャンネル登録高評価よろしく。俺は破壊生物クオリネン、地球を破壊する目的だけに送り込まれた超生命体のはずが、手違いで月に降り立ちクレーターを作り続ける毎日を過ごすクリオネア。なんかルローニケンシンの斎藤はじめがめちゃ評価されてるらしいけど、俺らエイリアンはそう簡単に倒せんぞ。出た斎藤はじめや。こいつ斎藤はじめは赤い敵と悪魔に超ダメージを与えて悪魔シールドを貫く能力があるんやろ。エイリアンは能力の範囲外やから余裕やんけ。ぶっ倒したるわ。行くぞ。うおー。
クリオネアタック、ガトツエグいて、あとは任せた、反逆のバルキリー。はい、任せな、破壊生物クオリネ。私は反逆のバルキリー。踊り疲れたリスコの帰り、間違って持ち帰ってしまったワングリルの呪いにより、ニャンコ軍団に戦いを挑み始めた女神だよ。てか、どんだけ出てくるの？ガトツの連続は半端ないんですけど、今負けないんですけど、くぞー！バルバルアタック！暴走の猫ムーと斎藤はじめを倒して。はい、任しとき、反逆のバリキリー。俺は暴走の猫ムーと、着ぐるみの封印から解き放たれ、再び世界を滅ぼすべく飛び立った猫ムートや。おいおい、話には聞いてたけど、連続ガトツの威力半端ないやんけ。でも俺、暴走の猫ムートの攻撃も半端ないぞ。狩り討ちにしたるわ。ムートムートアタック。ああ、斎藤はじめ最強。チャンネル登録高評価よろしく。私、ゆめみちゃんが負けるわけない。絶対負けないんだから。あー、うそーん。私はゆめみちゃん。夢うつつのまま街中を歩き回り、巨大ないびきでみんなをびっくりさせる、いつも夢を見ているゆめみがちなバクだよ。ちなみに年齢は14歳。でもおねしょが心配でおむつが取れないの。私、ゆめみちゃんの 100% 動きを止める能力でニャンコ軍団を壊滅させちゃうんだから。お前、ゆめみちゃんなんか俺一種で倒せるわ。今の何？私、ゆめみちゃんを一種で倒せるって？そんなことできるニャンコいないでしょ。いるなら早く出てきなさい。俺は桃太郎。自分より強いやつを探し求め旅をする、日本一を目指す桃尻にゃんこや。俺、桃太郎は最強やから、お前、ゆめみちゃんくらい余裕で倒せるね。私、ゆめみちゃんは黒い敵、あなた桃太郎は天使と赤い敵の動きをたまに止める能力。私、ゆめみちゃんには全く効かないわよ。そんなん関係ないわ。さっさとお前、ゆめみちゃんを俺、桃太郎が倒したるわ。行くぞー。よっしゃ、ほな俺、桃太郎がゆめみちゃんがボスの爆弾娘極無造一種で攻略していくで。このステージの初めの関門がこいつ、イノシャシや。でも俺、桃太郎には天使と赤い敵の動きをたまに止める能力がある。この能力でこいつ、イノシャシは永久停止や。あんま調子乗んなよ、桃太郎。お前の動きを止める能力は 30% くらいの確率やろ。今俺、イノシャシを永久停止できてるのもたまたまやからな。そうや、たまたまや。でも、ニャンコンボの研究力アップ中と動きを止める効果アップ中を入れることによって永久停止できる確率が大幅に上がったんや。このままぶっ倒したるわ。行くぞー。あー、ニャンコンボはせこい。次はお前や、ゆめみちゃん。私はそう簡単にやられないわよ、桃太郎。私、ゆめみちゃんの 100% 動きを止める能力でぶっ倒してやるわ。やれるもんならやってみろよ、ゆめみちゃん。お前の中途半端に長い攻撃モーションの間に吹き飛ばしまくったるわ。なにこいつ、めちゃくちゃうざいじゃん。でも私、ゆめみちゃんはあなた桃太郎なんかに負けないんだから。行くぞー。うわー、ゆめみちゃんを舐めるな。あー、やられた。俺、桃太郎のレベルは40やで。チャンネル登録高評価よろしく。俺は狂乱の猫トカゲ。ニャンコ軍団を抜けてワンコ軍団に入って狂乱となることでグラフィックが向上した、遠くの敵を攻撃できる遠距離型キャラや。今日はな、絶対悪いドラゴンのドラゴンエンペラーズ軍団を俺、イケメン格好すぎドラゴンの狂乱の猫トカゲがぶっ倒していくで。いや、お前はトカゲやろ、狂乱の猫トカゲ。俺はドラゴンエンペラーズの邪竜皇帝ヘビジャーク。お前みたいなただのトカゲが俺らドラゴンエンペラーズに勝てるわけないやろ。はぁ、お前邪竜皇帝ヘビジャークはただの蛇やろ。ぶっ倒したるわ。行くぞー。あー、こうなったらドラゴンに進化したるわ。よっしゃ、進化したったぞ。俺は大狂乱の猫キングドラゴン。狂乱の猫トカゲから進化してドラゴンのキングになった。単発だけなら攻撃力はピカイチな遠距離型キャラや。お前らドラゴンエンペラーズはどう考えても見た目が悪いドラゴン。俺、正統派ドラゴンの大狂乱の猫キングドラゴンがお前らを成敗したるわ。いや、そのモヒカンでよう正統派ドラゴンとか言えたな、大狂乱の猫キングドラゴン。俺は大破竜皇帝ディオラムス、ドラゴンエン
ンペラーズ唯一の第4形態キャラや。まあ確かにお前大狂乱の猫キングドラゴンが言う通り、俺らドラゴンエンペラーズは悪そうなドラゴンかもせんけど、どう考えてもお前大狂乱の猫キングドラゴンも悪めのドラゴンやからな。うるさいねん大波流皇帝ディオラムス、お前みたいなガタガタうるさいやつは俺大狂乱の猫キングドラゴンの熱々炎でこんがり焼き尽くしたるわ。行くぞ。うおー、熱々炎アタック。あー、俺もドラゴンエンペラーズ入りたい。チャンネル登録高評価よろしく。俺はスーパースペースサイクロン。触れたものを必ずワープさせる能力に加え、超低空飛行でギリギリ浮いていない輝く星をまとった宇宙のサイクロンや。おいおい、何の冗談や、にゃんこくんだ。むき足猫だけで俺スーパースペースサイクロンを倒そうとしてるんか。あんまなめんなよ。まあ俺スーパースペースサイクロンのワープで地獄に叩き落としたるわ。行くぞ。うおースーパースペスペアタック。あー、こんなんありかよ。大狂乱の猫じゃらみ、あとは任せた。はい、任しとき、スーパースペースサイクロン。俺は大狂乱の猫じゃらみ。にゃんこ軍団裏切り大狂乱となることで超絶破壊力&強靭な体力を手に入れた破壊を司る暴走した巨大猫や。こいつらむき足猫はちょっと筋肉あるだけやろ。俺大狂乱の猫じゃらみのパワーでぶちのめしたるわ。なめんなよ大狂乱の猫じゃらみ。俺はむき足猫、筋肉美が自慢の遠距離型キャラや。お前大狂乱の猫じゃらみは筋肉の素晴らしさを分かってない。筋肉はな、世界を救うんや。いや、何言ってんねんむき足猫。お前みたいな意味わからんやつは俺大狂乱の猫じゃらみの波動攻撃で蹴散らしたるわ。行くぞ。うおー、大狂乱のじゃらみアタック。あー、筋肉は偉大。分かってるやんけ大狂乱の猫じゃらみ。チャンネル登録高評価よろしく。僕は新エヴァンゲリオンにゃんこ。エネルギーが切れ始めると食料を求めて暴走する憧れのヒーロー、エヴァ初号機になりきるにゃんこや。今日は日本編第3章、西表島のボスブンブン先生を倒しに来た。まあ僕、新エヴァンゲリオンにゃんこは新ジャパンヒーローズユニバースコラボのキャラブンブン先生くらい余裕で倒せるぞ。あんま調子のんだよ新エヴァンゲリオンにゃんこ。俺はブンブン先生、体罰は愛情だと叫びながらすれ違うだけで殴ってくる危険な先生や。俺ブンブン先生は容赦ない拳でモンスターペアレントキラーとして期待されてるんや。おい新エヴァンゲリオンにゃんこ、お前の能力は天使に打たれ強く超ダメージを与える能力やろ。俺ブンブン先生みたいな浮いてる敵にはそんな能力効かんぞ。だからなんやねんブンブン先生、能力が効かんくてもエヴァ初号機と合体したにゃんこは最強、圧倒的攻撃力でメッタメタのボコボコにしたるわ。やれるもんならやってみるよ新エヴァンゲリオンにゃんこ。俺ブンブン先生がお前新エヴァンゲリオンにゃんこを返り討ちにしたるわ。行くぞ。うおブンブンしたるわ。あー、やられた。いやー、さすがにブンブン先生は強かったな。でも今回は同じ新ジャパンヒーローズユニバースコラボのキャラの新ゴジラニャンコが一緒に戦ってくれるから、ブンブン先生なんかすぐ倒せるぞ。頼んだ新ゴジラニャンコ。はい、任しとき新エヴァンゲリオンニャンコ。俺は新ゴジラニャンコ。あり余るパワーで街の空き缶を潰して回る憧れのヒーローゴジラになりきるニャンコや。俺新ゴジラニャンコは浮いてる敵に打たれ強く超ダメージを与える能力がある。この能力でブンブン先生をぶっ倒したるわ。そんなことできるわけないやろ新ゴジラニャンコと新エヴァンゲリオンニャンコ。確かにお前らが真似てるエヴァ初号機とゴジラはめちゃくちゃ強い。でもお前らは所詮ただのニャンコや。いくら真似ても本物を起こすことはできひんのや。まあもうええ、お前らみたいなふざけたやつは俺ブンブン先生が拳でぶん殴ったるわ。行くぞ。ブンブンしたるわ。あー、ただのニャンコじゃなかった。次のコラボキャラも楽しみやな。チャンネル登録高評価よろしく。俺は猫ボン、墓場から蘇ったゾンビや。ちょ、ほんま一個言いたいことあるねん。俺の心臓に杭刺したやつ誰やねん。マジでやめろって。俺の死因絶対これやん。てかこれ杭なん、杖か。まあなんかようわからんけど、とりあえず誰かこれ抜いてくれ。出た、ダイナマイツのラスボスや。お前も俺と同じで結構やばい見た目してるよな。体中顔面つきまくってるしな。まあ俺は心臓に杭刺さってるけど。てか俺骨しかないけど。え、
俺と仲良くしたいって？ああ、全然いいよ。なんかお前とは仲良くなれそうやし、これから仲良くしていこうぜ。中身もやばいやん。俺はワンコ、長崎県を守るワンコや。なんかニャンコ軍団が看護師を仲間にしたらしいねん。看護師にはちょっと嫌な思い出があるから勘弁してほしい。でも俺の仕事は長崎県を守ることや。絶対に負けへん。かかってこい。あかん、めちゃくちゃでかい注射器持ってるやん。動物病院でのワクチン接種を思い出してまう。怖すぎるて。てか注射器の中に猫入ってるやん。俺もあの中に入れられるんか。やだ、そんなの嫌だ。あー、病院嫌い。猫と飼い主はサバカもやっているフラッシュ。チャンネル登録高評価よろしく。